ました。まず7番プラビータ好スタート、外は好ダッシュ14番セリエル、14番セリエルがわずかに先頭ダートに移って、内7番プラビータ、2番レガシーオブエリザ、3頭広がっていきました。4番手グループも1段で、12番マリノルージュ、6番ヨッコさん、4番グラスファイン、3番サンリコリスと1段。このグループの直後2馬身差に外を16番サノドリッチ、並んで9番の雪の降る町です。800を切りました。3馬身差中段は13番ジーズデイズ、直後に上がっていった10番レビテーション、その後は8番ひなボンボンが追走で、15番のミス吉善、さらには11番のハーツケリーです。前半634秒0、5番ブランシールが後方から2投目、最後方1投大きく遅れて1番のシャボン、4コーナーカーブに向かいます。3頭広がった中、1番外14番のセリエル、わずかに先頭で4コーナー回ります。内食い下がって7番プラビータ、4コーナーから直線に向かいます。3番手は外から追い上げる12番マリノルージュ、1番外16番のサノドリッチ、あと5番手グループからはヨッコさん以下、200を切って坂を登ってくる。14番セリエルが抜けました。リードを2馬身3馬身広げて残り100を迎えます。2番手は12番マリノルージュ、16番サノドリッチ、この2頭が競り合って2着争いを演じている。先頭は14番セリエル、ゴリ2着16番サノノリッチが優勢、12番マリノルージュと2着争いです。